鳥獣害対策で捕獲した熊のメニューが西目屋村で提供され、訪れた人たちがなかなか口にすることのない味を試していました。白神ジビエ食堂と題して熊のメニューを提供しているのは、西目屋村のアクアグリーンビレッジ安門です。白神山地のマタギ文化として食べられてきた熊肉料理を多くの人に味わってもらいたいと企画されました。食材には鳥獣害対策で捕獲した熊の肉が使われました。用意されたのはミニクマ丼とミニクマそば、それに熊汁と熊串の4種類で、いずれも税込み500円です。それぞれ100食ずつが準備され、訪れた人たちがなかなか口にできない味を試していました。熊をこういうふうに食べるっていうのは、めったにない機会でいいんじゃないかと思います。とても美味しかったです。熊と思って食べたんですけど、全然癖がなくてとても食べやすかったです。栄養価が高く希少な熊肉でございます。皆様癖があると思いかもしれませんが、下処理等、きっちりやらせていただいて、皆様に広く美味しく召し上がっていただけるように、準備しております。熊のメニューは今月25日まで提供されています。